心身を共に鍛えるということと、氏子 の安泰ですね、それを祈願して始めたんですね。それでまあこの2年間に関してはやはり疫病退散祈願祭、コロナ感染症を一日も早く収束したいということも合わせて、疫病退散祈願祭も兼ねての禊になっています。一回やるともうなんか高齢になってやらないと死ぬが始まらないっていうかね、早くね収束、コロナがねもうちょっと収まって皆さん自由にね動けるようになったらいいなと思ってます。